おすすめのコーディネートを紹介していきましょうか。はい、ここの最新ところに。あ、本当だ。1600円。逆に今ちょうどいいモデルなのかなっていう。どうもこんにちは。こんにちは、ユーストリームのエイジです。ユーストリームバイヤー長沼です。今日もニューバランスなんですけれども、はい、今まで574、はい、996、992とやってまいりましたが、今日紹介するニューバランスは1600でございます。1600、はい、ということで普段から実は長野さん愛用されてるんですよ。現在も履いております。普段から、ね、愛用されている長沼さんにですね、まあ、商品の魅力をご紹介していただきたいのと、はい、あとはね、どういったスタイリングがいいのか、はい、まあ、着用感のレビューも含めて、ご紹介しようと思いますので、最後までご覧いただければと思います。はい、よろしくお願いします。では早速どういったアイテムなのかご紹介お願いできますか。はいはい、つまんないなと思ったら外していただいても結構です。今回ご紹介するのは CM の1600ですね。 CM1600、 はい、はい、本当についに復刻したっていう感じなんですよ。まあ、有名である1300、これはもう5年に1回復刻されるんですね。なんですけども1600はもう30年復刻されてこなかった。そうなんですね。はい、今ようやく日の目を見たいと。じゃあマニアにとっては結構待ち望んでいたよ。はい、もう寒類ものです。そうだった、はい、じゃあなんで今まで1600は復刻されなかったのか、はい、2つ理由があります。はい、1つ目はですね、この1000番台というのは、うん、ハイクラスハイテクシューズでして、うん、基本的にはアメリカ生産をされておりました。はい、うん、大西洋で発生するハリケーンの影響で、はい、ニューバランスのアメリカ工場に被害が出てしまったと。その時に1600 の、はい、あのラストとか、うん、こういった情報が全部流されてしまったと。じゃあこれを再現しようと思うとなかなか難しかったんですか。はい、もうそのものがないので復刻ができなかった。なるほど。と、当時のニューバランスの中の人に聞いたんですが、どこまで本当かは。で、2つ目なんですけども、はい、先ほどハイテクのやつは1000番台ですよという話を、はい、させてもらいました。で、次に、2000番台、うん、っていうのが続いてるんですね。はい、現在2000番台 の、 あのハイテクの最新のものが手に入るのに、なんで古いものをやらなきゃいけないのよ、うんうん、っていうのがアメリカ人の中にあって、うんうんうん、最新こそ最高でしょみたいな。なるほど。はい、生産背景をアジアに、まあ、変えたとしても、はい、まあ、本当に30年ぶりに復刻になったと。なるほど。ニューヨークで働いてる、高所得者向け。あ、そうなんですね。はい、やっぱ当時からちょっと値段は1個そうなんです上のランクだったと。よく聞いてくれました。はい、そこで、はい、久しぶりに持ってきました自分の本棚から。こちらです。ブーンブーンですね。懐かしいですね。自宅から持ってきました。これいつ発刊。平成6年、はい、1994年でございます。ちょうどこれがデビューした年なんですね。あ、そうなんですね。はい、確か載ってたなと思って、あの本棚漁ってたら出てきたんで、でめくったらありました。まあ、ニューバランスの見開きの2ページであったんですけど、あ、うん、まあ、年代が ありまして、なるほど、ここの最新のところに。あ、本当だ。1600がありますと。古くから来て一番新しいモデルとして1600が、はい、紹介されてると。れて今ともうほとんどディティール変わらないですね。そうですね、ちょっと色味が配色が違うだけ で、うん、で、あの全く変わらないと思います。なるほど。はい、ちなみに当時のお値段、はい、2万1000円でございます。2万1000円、はい、はいはいはい、2万1000円意外と安いじゃんって思うじゃないですか。まあ、今だったらね3万円だよ、3万円で買えるニューバランス結構多くありますもんね。はい、当時もやっぱすごい高い印象だったんですよ。うんうん、で僕がちょうど中学生から高校生ぐらいの頃だったんですけど、はい、2万円のスニーカーなんて買わないよみたいな、うんうんうん、今の貨幣価値でいうと3万円ぐらいの価値観ではないのかなって。なるほど。じゃあ今の高級スニーカーと同じぐらいの、同じぐらいの、はい、知識の源泉でございます。長沼さん福マニアたるゆえんですね。はい、商品の特徴をちょっとお話しさせてもらいましょうかね。はい、なんかパッと見結構機能性がすごい優れてそうな、そうですよね、見た目はしてます、ね。はい、ここの側面にですね、はい、アブソブって入ってるのは見えるかと思うんですけど、はい、ニューバランスが開発した衝撃吸収素材でございますと。うんうん、アブソブの詳しい説明はあの992でヒヤッてことやってるので、うん、はい、あのぜひそちらを、そうですね、はい、そちらご覧いただければ。まあ、アブソブが1000番台で初搭載されたのがこの1600だったと。うん、アッパーなんですけども、はい、L のマークが小さくなってるんですよね、通常よりも。はい、はい、そうですね。L のマークが小さいのは1500から続いてるんですけども、うん、周りに刺繍が彫ってあって、うん、それが二重になってるんですよね。はいはいはい、でなおかつボディと同じ配色になってます。うん、なるほど。実は
そういったところでその円のマークは小さいんだけれども立体的に見えるような仕組みになっております。なんかちょっとこう影が出てるようなそんな浮き出し方、ね、そうですよね、1000番台とか2000番台は基本的にアッパーのどこかに品番を入れるんですね。1600だけ入ってないんですよ。その代わりアブソブがっていう刺繍が入ってると。なので当時アブソブをどうしても紹介したかった。こんなすげえのついてんだぜみたいな、疲れにくさっていうところがやっぱこの特徴っていうところですか、ね、そうですね、やっぱりニューバランスの良いところは疲れにくさ、疲れが出ないっていうところがだと思うんですよね。なるほど。まあ、福間にあったお話であったんですけども、はい、自分も実は実店舗でアパレルの店長をやっておりまして、店頭で立っておりました、はい、店頭で販売してたんですけど、やっぱりニューバランスを履いてる日と、ニューバランスじゃない日のその日の疲れ方、足の疲れ方ってやっぱ断然に違うんですよ、やっぱりね、疲れが出ない、しかもカジュアルのスタイリングに合う、合わせやすい。確かにそうですよね、はい、実際に1600最近履かれてますけど、履き心地とかいかがですか。やっぱりね、すっごい久しぶりにニューバランス履いたんですよ、それまで最近もう革靴か、ソールのすごく薄いスニーカー履いてたんですけども、クッション性がいいっていうのと、やっぱり一歩踏み出しやすさ、っていうのがやっぱり特質かなと思います。確かにちょっとつま先が軽く上がってるんで、そうなんです、そうなんです、そういう意味ではこう走り出しが軽やかってしますよね、はい、その30年前からもうそういう設計されてたっていうのはやっぱすごいと思いませんか。確かに今は全然ね、これが新しいものとして出てもおかしくないぐらい、そうなんです、そうなんです、ね、機能性ありますもんね。だから最近ホカオネであったりとか、はい、結構ナイキとかでも、ね、厚底のランニングシューズとか出てますけど、すね、当時からそういった技術を取り入れてやってた、その前後の高低差をつけて、より前に歩きやすいとかっていう構造にさせてるとか。そうですよね、はい、じゃあまあおしゃれなスニーカーだけではなく、はい、まあ、機能性もしっかりしている、はい、ということですね。そういうことでございます。まあ、ちょっと、ね、実際に履いてみて、まあ、どういったコーディネートに合わせたのかっていうところの参考であったり、はい、まあ、僕もちょっと初めて履いてみるので、まあ、履いた時の感想みたいなのをレビューしていきたいと思います。はい、はいはい、ということで、まあ、実際僕も今回1600初めて履いてみました。ニューバランス自体は、まあ、996を持ってるし574も持ってるし、はい、まあ、990も実は持ってるんですけど、ゴールド感がすごい強くてつま先が気持ち上がってるんで、はい、なんか歩き出しがすごいするんですよ、歩き出しがっていう。なので本当ランニングする方にとってもいいんじゃないかなっていうくらい、ね、すごい機能性に優れたモデルだと思いますし、まあ、アブソーブ入ってるっていうのでなんかすごい安定感というか、なんかやっぱすごい硬さがすごいしっかりしてますね、はい、結構ふわふわして柔らかいソーブよりはしっかりと受け止めてくれるような、あ、いい表現だと思います。その通りです。ということで、まあ、ちょっと2人で、はい、まあ、おすすめのコーディネートをちょっと今回着てみましたので、はい、じゃあそれぞれ紹介していきましょうか。はい、そうです、はい、普段通りというか、いつも通りの格好なんですね、はい、で、まあ、普段はスーツが中心なんですけど、オフの時はまあこんな感じでですね、はい、で最近はアメカジちょっと原点回帰したいなっていう自分の中で のムーブがあって、はい、でじゃあ今のアメカジって何だろうって考えた時に、割とルーズなシルエットとか、ストリートっていう匂いがしてて、でそれって僕らが、1990年代とかで実体験したところなんですよね、はい、でそれを丸っぽやってしまうと大人っぽくないなっていうので、で、まあ、トップスはあえて M サイズとかで、はい、まあ、ちょっとだけ緩い感じにして、だけど足元までダボッとさせるとやっぱ大人っぽくないなっていうので、割と細めにまとめてみました。確かに、あと、まあ、そのニューバランスのカラーとトップスボトムの色合わせをちょっとしてます、はい、うん、確かにグレーとネイビーと、まあ、多少黒も入っていて、はいはい、まあ、ニューバランスのカラーリングとソックスもネイビーの味、ね、そこまで揃えていただいたんですね。そうです、抜けとして一応こういうツイードのキャップをかぶってると、うんうん、ああ落ち着いた感じの、ね、こういったカジュアルにもやっぱりニューバランス非常にハマりますもんね、じゃあ続きまして、僕がですね、はい、アーバンスタイル、きれいめコーデっていう感じにちょっとしてみまして、はい、中はナイロン素材のシャツ、結構ハイズが、見えかけもする、パンツはネイビーのちょっとワイドテーパードっぽい丈感が短めなので、ダットシューズ系、まあ、ボテッとした感じのシューズ履くときとか、ちょっと足元をちらっと見せるのが、まあ、いいのかなと思いました。で、まあ、ワイドだけどテーパードかかったパンツに、はい、まあ、ちょっとこれから春先ってことも意識してライトコートをちょっと羽織ってみました。少しふわっとした全体的に、まあ、カジュアルだけど切れ目に見える、はい、まあ、そんなスタイルに合わせてみましたが、統一感があるカラーリングと、すごく
今のスタイリングだなっていう印象を受けます。そうですね、今回グレーの方を選ばせていただいたんですけど、はい、これも実はグレーネイビーホワイトって色味で使ってるんで、結構ね長野さんと似たカラーリングではあるんですけど、はい、こういったちょっと統一感のある色味で揃えていただくとよりまとまったスタイリングができるのかなっていうことなので、まあ、まあちょっとねどうしたらいいかな分かんないって方はスニーカーに入っている色味っていうのをまあコーディネートに使っていただくっていうのと、そうですね、そうすると、はい、あの色味の喧嘩がないの で、 そうです、ね、すごいあの合わせやすいかなと、はい、ぜひご参考いただければと思います、はい、でこんなに違うスタイリングなのに、うん、全然違和感ないじゃないですか。そうですね、はい、そこがニューバランスの良さかなって思うんですよね。アメリカンカジュアルの、まあ、オーセンティックなスタイルにも、はい、ちょっと都会的な、はい、今風なファッションにも全然ハマってくれるので、はい、結構幅広い方にだと思います、ね、好まれるスニーカーなのかなと思います。今回はこちらニューバランスの1600をご紹介させていただきました、はい、結構トレンド感もありつつ、はい、機能性もすごいしっかりしてるんで、逆に今ちょうどいいモデルなのかなっていうふうに感じますよね。はい、僕もそう思います、うん、ちょっと人と違うニューバランス楽しみたいとかあったらぜひこちら1600、はい、おすすめかなと思います。ご検討いただければと思います。はい、ということで今回の動画は以上となります。また今回の動画いいなと思った方はぜひ高評価、さらにチャンネル登録もお願いいたします。ではまた来週土曜日お会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。